今更解説するデスストランディングやり込み講座。今回はやり込みの第一歩である国道建設、これについて解説をしていこうと思います。まずはじめに、国道って何なのっていう。国道は今走っているこの道路です。このデスストランディングは荷物を配達するっていうのがメインになってるゲームで、最初はこの荒れ果てた土地を主人公のサムがいろいろ開拓していきながら、自分で道を切り開いていきながら荷物を運んでいくっていう感じになるんですけど、それだと効率は良くないですよね。で、その効率を上げるための手段の一つとしてこの国道っていうのがあります。まあ言ってしまえばインフラ整備というか、配送ルートの開拓というか、そういうものです。で、この国道を作れば荷物の配送っていうのはすごく効率よくなりますし、あと適正勢力である BT とかミュール、こういった敵とも遭遇せずに済むと。そして何よりやり込みの第一歩です。このゲームをやり込む上でまず何をすべきか、クリア後まず何をすべきか、それは国道建設です。とにかくデスストランディングのやり込みはまず国道を持って始まるぞということで、今回そこの解説をちょっと詳しくやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ではこの国道建設、いざ始めるとなると何が必要なのかということなんですけど、プレイヤーがやるべきことは非常に単純で、素材を集める、そしてそれを国道建設装置に入れる、投入する、それだけで国道を建設することができます。で、ここにあるのが国道建設装置、この国道の復旧ってところに必要な素材を入れていくって流れです。で、国道建設に必要な素材というのが3つ、金属、セラミック、カイラル結晶、この3つが必要になってきます。で、今回メインで解説するのは金属とセラミック、これの収集についてをメインに解説していきます。カイラル結晶についてはちょっとまた別の機会に詳しくやりたいと思うので、今回はさらりと触れておく程度にしておきます。で、素材を集める方法というのが大きく2種類ありまして、自分で集めるか他人に集めてもらうか、この2つです。自分で集める方法は細かく分けると3種類、拾う、もらう、奪う、この3つで、他プレイヤーから集めてもらうというのは、このゲームを進める上で一番大事になってくる通信をつなげるっていう行為、東から西にアメリカ全土を通信でつないでいこうっていう、カイラル通信でつなぐっていうのが一つストーリーを進めるメインの主軸になってくる部分なんですけど、それをつないでいくことで他プレイヤーの状況とか、あとは建造物とかが共有されるようになります。で、その国道建設の素材の投入っていうのは他プレイヤーと一部共有しているんですよ、つまり通信をつなげることで自然と素材は溜まっていく。で、その割合もかなりのもので、半分以上、体感ですが半分以上から下手したら 7,8 割すでに素材が埋まっているっていう状況になってたりします。つまり国道を建設するのであれば、まずはカイラル通信をつなげる。で、そのカイラル通信をつなげるっていう行為は、ひとえにストーリーを進めるというのに直結してきます。ということで、まず第一に国道建設いつやるべきか、これはもうクリア後にやってください。あまりにもこのデスストランディングで国道建設楽しくなりすぎて、かなり序盤の段階でやってしまうっていうのはあると思うんですけど、それ全て無駄です。クリア後、ないし最悪マウンテンノットシティに到着してからやる、しっかりカイラル通信をつなぎきってから国道建設を行うっていうのをまず大前提としてください。ということで、素材を集める方法2つ、自分で集めるか他プレイヤーに集めてもらうか、大部分は他プレイヤーに集めてもらってください。で、残った部分を我々プレイヤーが自分で集めていくと、まあ、そのやり方がベストです。では自分で集めるの3つ、拾う、もらう、奪う、この3つについて解説していきます。まず素材投入の大部分、おそらくほとんどをこれが占めるだろうというものがもらうです。もらうというのはこの各配送センター、配送のミッションとかを受けられる場所です。ここの素材をもらうという項目があります。ここから必要な素材、例えば金属、セラミック、これをもらうことができます。で、ちょっとこの拠点だいぶもらってるので少ないなすいません、ちょっと素材豊富な場所に1回移動します。このように今表示されている金属、ここには7838で、セラミックは5952、これどんなもんかっていうと、だいたい国道建設少ないところで2000とかで、最も多いところで9000とか8000要求されたりします。
で、国道は計40個。おそらく半分以上は他プレイヤーが素材を入れてくれて建設されてると思うので、残り半分。いや、半分もないな。下手したら4分の1とか。多分集めれば大丈夫。この辺は体感でしかないので何とも言えませんが。まあ、とにかくこの配送センターから素材を引っ張ってきて、それを国道建設装置に入れるっていうのが一番最もオーソドックスというかポピュラーな流れです。この配送センターの素材っていうのは、基本的には各拠点の親密度っていうものを上げると、それだけ使ってもいいよっていう量が増えていきます。で、その親密度を上げるには、ミッションを受けていくっていう、もうそれだけですね。とにかくガツガツミッションを受けて、そして素材を拠点に貯めていって、それを引っ張ってきて、で、国道に使っていくと。で、国道を作っていけば、それだけ配送が楽になって配送を受けやすくなる。で、配送の効率が上がる。で、また親密度が上がる。素材が増える。もらう。その繰り返し。基本的にはこれで集まると思います。あと、これなんかすごくいいんですけど、ミッションの中に素材を配送せよっていうミッションがたまにあったりするんですけど、これを行うことで、その配送先の素材量がドカンと跳ね上がります。これなんか金属とセラミックなので、どちらも国道建設に必要なものです。こんな感じで配送センターで荷物を受け取って、そしてそれを配送先に運ぶというのが、このデスストランディングのメインの楽しいこと。これ楽しいんですよ。この楽しさやんないとちょっとわかんない。だからやって。ということで、国道以外の配送ルート、インフラ整備の結果なんですけど、映画監督の拠点まではこのジップラインでつながっているので、ちょっと運んじゃいましょう。はい、レジェンド・オブ・レジェンド。はい、これ見てください。このように素材量がどちらも200、300ぐらいかな。劇的に増えるわけではないですが、確実には増えるので、有効な手段の一つだと思います。で、ミッションをこなすと、これ金属高密度200。こういうお礼として素材をくれる人、何人かいるんですよ。気象観測所とかそうですね。これ金属超軽量の線が、時々もらえたりします。ということで、素材をもらうっていうのが一番の素材を集めるための手段。ということで、素材を自分で集める方法として、まずはもらうを解説しました。で、このもらうがおそらくファーストプランになると思います。で、次から解説するのが、言ってしまえばセカンドプラン。もらうで集めきれなかった分を補填するための方法として、奪う。はい。奪うというのは、あそこにいますね。配達依存症のミュール。配達物を狙う悪い奴らです。我々の敵です。奴らから素材を奪えばいい。それを奪うってことがこのゲームできます。じゃあちょっと倒していきましょうか。よいしょ。はい、これ金属を落としましたね。この拠点は金属をメインに扱っている拠点です。なので金属欲しければ、レイクノットシティのこの真下。ここなんかが非常に敵もそんなに強くないですし、お手軽ですね。デスストランディングは殺傷を禁じているゲームです。殺傷してしまうと結構厄介なペナルティがあったりします。なのでこれ殺すことのない武器、これもゴム弾ですね。ゴム弾で気絶させたりとか、あとは落ちてる荷物でおっとひるませて、でこれストランド、縄です。縄で後ろから縛っちゃうとか、やり方はいろいろあります。基本的には非殺傷で敵を倒していくって感じになります。殺傷してしまうとその後処理がすごくめんどくさいです。遺体を放置してしまうとネクロシスして、でそこに人が干渉するとボイドアウトが発生して、このゲーム一応ゲームオーバーになります。ああさばいて拘束。まあこのゲームは戦闘するゲームではなく、基本的には戦闘を避けるゲームなので、戦闘自体はかなりサクサク行えると思います。そんなに苦戦もすることはないんじゃないかなと。適正勢力の中にはミュールっていう配達依存症の荷物を奪ってことを目的としたやつらと、あとはもう平気で殺傷してくるテロリストがいたりします。テロリストは一応後半のエリアに出没するんですけど、そいつらは銃器を平気で使ってきますので、まあ、非常に厄介な連中。ただそういうやつらも殺傷してはいけません。一応1回だけなら引いても大丈夫。もう1回引くと普通に死んじゃったりするので、グレネードランチャーとか行くか。睡眠弾が撃てます。これで敵を眠らせることもできる。よし、これはいったな。今このエリアをポーターが一時的に通れるようになりました。これはこの拠点を制圧したというサインです。
さて、こんな感じで敵を制圧してゆっくりと素材集めていきましょう。金属ありますね。こうやってね、質の素材をミュールが回収してくれてるから、我々がそれを奪うという。どちらが配達依存症、どちらが悪か、どちらが正義か。まあ、各拠点によって落ちてるというか、保管をしてる素材の特徴っていうのが結構決まってます。ここは金属ですけど、ここはセラミック。その辺の情報に関しては、このオドラデックで、はい、どんな素材が落ちてるかなっていうのは見られるので、あのテントの中にあるやつもそうだし、ミュールポストに入ってるこの金属。これ美味しいですね。こんな感じで、ミュールから奪っていく。一定時間するとミュールは復活するし、素材も復活します。なんでちょっと気が向いたら、ミュールちょっと遊びに来てね、一通り、あ、危ない危ない、やりに来るのも、あり。せっかくなんでもう一箇所見ておこう。カモがネギショってやってきましたね。これ全員眠ったろ。失敗したか。殴れ。おら。おら。お、銃持ってる。おい。オッケー。おら。おら。おら。荷物。よし。いらね。あ、ここはセラミック拠点ですね。ここ。金属、セラミック。まあこの辺序盤でも来られる場所なので、あと敵も比較的弱いので、まあ、こんな感じでミュールから奪うっていう方法もある。個人的にはメインの手法ではないと思うので、あくまでサブで。配送センター、ちょっと足りないなって時は、こういう風にミュールを倒して補っていくと。ああ、入ってるね。まあまあ。ということで、奪うは以上。で、自分で集める方法の最後、拾う。このフィールドには結構物が落ちてます。で、素材もかなりの量落ちてて、こうやって金属、普通に落ちてたりします。こういうのを地道に拾っていくっていうのを集める方法としてはあり。はい。ありですが、効率は相当悪いです。まあ一応そんな中でも結構がっつり拾える場所いくつかあるので、ちょっとその辺の解説をしていこうと思います。その一つがこのハイシェルター。ここ物語的にもかなり序盤に訪れる場所なので、ここをちょっと覚えておくといいと思います。で、座礁地帯なので、常に雨が降ってます。常時 BT が出現する場所。まあ、ここで BT との戦闘をかいくぐって、それをするっていうのも悪い手ではないんですが、まあ、ちょっと大変なので、今回ちょっとまず BT ちょっと潰しておこうと思います。まあ、とりあえずじゃあ、手っ取り早く剥がしたいんで捕まりましょう。捕まえろ。おっと、だいぶ落ちた。アサルトライフとショットガン落ちちゃった。メイン火力なのに。あ、捕まると大型 BT、キャッチャーが現れるので、こいつを倒して、ちょっとここ、静かにしましょう。よっしゃ。OK、終わり。一番弱いタイプの BT なんで、ここの撃退は多分楽だと思う。血液グレネードだけでいけると思います。まあ、ついでにカイラル結晶もうまい。で、大型 BT を倒すと一体が晴れますね。ただこれも時間が限定されているので、すぐに雨降ってきます。早めにことを済ませましょう。で、ハイシェルターのここに金属が溜まってます。プライベートボックスがあって、これ金属とセラミック。うわ、少ないな。こんな少なかったっけ。まあ、ここから拾っていくっていうことですね。まあ、持ちきれなかったら、フローターとか、何往復するかとかして、集めていけば OK。まあ、ちょっとここに依頼で、ついでに来ますよって人は、ついでにこの素材を持って、国道建設に当てるっていうのがいいかな。僕はもう素材全くいらないので、ちょっとここにあるシェアボックス、ポストに寄付しましょう。使いたい人はどうぞ。俺やるんだったら俺の ID のやつでやればよかった。で、もう一箇所がこのハイシェルターの西。西のこの辺ですね。この辺の廃屋にセラミックいっぱい落ちてるんで。おそらく国土建設はセラミックが足りなくなると思うので、主にセラミック集めになると思います。来ました。ここも座礁地帯です。ここは場合によっては晴れてることもあるので、まあ、晴れを期待して、トキウシェルターで休息していくってのもありっちゃあり。ありますね。セラミック落ちてますね。あんまり落ちてないな。樹脂か。セラミックいっぱいあったイメージなんですけど。
あ、赤ちゃん。うわ、いる。ここちょっと特殊な場所なんですよ。大型 BT の個体3種類いるんですけど、3種類のうち、多分唯一かな、一番強いやつが出てくる。よし。まあ、やっぱり強い。うわ。やっぱり来たか。最強の BT 来たな。ああ、強かった。グッド。おいしいおいしい。うまし。もっとセラミックあったような気がするんですけどね。まあ、ここからも集められるので。で、ここ普通に晴れてる時もあるので、そういうタイミングを狙って集めに来てもいいかもしれません。今日は樹脂が多いな。ということで、今回は国道建設のすべてについてちょっと解説をさせていただきました。結論を言ってしまうと、配送を行いながら拠点の親密度を上げて、その拠点から素材をもらうっていうのを最初のプランにして、足りない分をミュールから奪うといった感じで進めていけば、おそらく3、4時間、5時間ぐらいでクリア後であれば集まると思います。クリア前だと本当に時間がかかってしょうがない。あとカイラル通信がつながってないと素材の共有がタップレイヤーとされないので、極力カイラル通信つながってない場所があるならそこもつなげてから国道建設をしていくって方が効率は圧倒的にいいです。まずはレイクノットシティからサウスノットシティ、まずはここから少しずつつないでいってマウンテンノットシティ方面へつなげていくという感じで、こちらの方が圧倒的に必要な素材量が多いので、ここをつなげるのは最素材は、あとカイラル結晶必要になってきますが、カイラル結晶は今やった通り BT との戦闘によって得られます。他にもカイラル結晶ちょっと自生してる場所とかもちょこちょこあるので、そういうところからも回収して、そういうのね、いろいろ活用しながらこのゲームの楽しみをね、しっかり感じながら国道建設勤しんでほしいなと思います。達成感はひとしおです。そして何よりその後の配送は圧倒的に楽になるし、これがないといい成績、レジェンドオブレジェンド取れない、トロコンできないようなね、そんな部分もちょっとありますので、まずはクリア後何をしようかなと、ちょっと手持ち無沙汰になってしまうようであれば国道建設してみてください。ということで今回は以上となります。お疲れ様でした。おお、やばいやばい。